水生動物学研究室主催の太田欣也です。さて、この桃玉菜の実でグリーンパスタを作るシリーズの前回までのあらすじからいきたいと思います。この桃玉菜、我々の臨海研究場の敷地内に7本割っております。調べてみると、この木の葉っぱは熱帯魚水槽の水質調整剤として売られているのです。マジックリーフという名前を通販サイトなんかで見たこともある、見られたことがある方もおられるかと思います。そしてさらにこの実の種はアーモンドのような味がして美味しいらしいのです。我々の研究場に植わっているこれらの桃玉菜の木、毎年たくさんの実を落とすのです。ならばちょっと利用してやろうと考えて、この桃玉菜の実でグリーンパスタを作るシリーズを企画した次第です。前回前々回で試行錯誤のうちに硬い殻からですね、種を取り出す方法を編み出しました。前回前々回をお見逃しの方はですね、こちらにリンクを貼っておきますので、石斧やいろんな道具を使って実を取り出そうと試行錯誤している様子をご覧ください。今回はいきなり料理のレシピ動画のような感じになってまいります。まだまだ試行錯誤段階なので改良の余地はありますが、準備した材料をこちらで紹介しておきます。桃玉菜の種 100g ほど準備いたしました。種の集め方は前回の動画をご覧ください。乾燥桃玉菜の実がバケツ1杯ほどあれば 100g ほど準備できます。で、あとバジル1パック買いました。今回は地元のですね、スーパーで、中前端、まあ、こちらでその、まあ、中前端と呼ばれてるですね、まあ、バジルを、売られていたので、それを使います。スイートバジルみたいなものでももっと美味しくできるかと思います。あとニンニク1かけらです。お好みでですね、量は調整してください。あとパルメザンチーズ、粉になっているやつです。これが楽だったのでこれにしましたけども、まあ、他にもまあいろんなチーズ使っていただいて結構だと思います。あとバナメイエビ、地元で白エビパイシャーっとして売られているエビです。もうなくてもいいんですけども、赤い色が緑のパスタに映えますので今回入れてみました。地元のおじちゃんがですね、まあ、その通りで売っていたので買いました。たくさん入れれば豪華に見えますが、まあ、見た目10匹も入れれば良いかと思います。今回は殻がすでに剥かれていたものを用いました。殻付きを自分で剥いてもいいです。はい、では下ごしらえです。まずは材料をですね、まあ、順次下ごしらえしていきます。まずはバジル。これはもう葉っぱだけ集めてですね、葉っぱだけ使うので茎からどんどん取り外していきます。これも時間がかかる作業ですが、桃玉菜の殻を割るのに比べたらもうなんてことはありません。だいたいいろんなグリーンパスタのレシピを見るとですね、生のままバジルをミキサーでペースト状にしているのですが、まあ、ちょっと軽く塩茹でにしてみることにしました。これどうや、でもこれ農薬少なめでオーガニックみたいな感じがしていいんですけども、まあ、クモたちがあちこちに潜んでいそうなのと、まあ、実際潜んでいたのと、あとまあこれ緑色が保たれるらしいんですよね。これちょっと塩茹でにすると。なので、まあ、ちょっと試してみました。でも、まあ、おそらく生のままミキサーにかけるのがいいかと思います。もう次はいろいろやってみますけど、今回はもう、こうやっちゃったのでしょうがないんで、もう堪忍してください。あと、まあ、ニンニクは半分に切ってですね、芯を取り除けば OK です。あと、エビですね。エビはさっと茹でて取っておきます。はい、エビちゃん。さて、これらの材料を順次入れていきます。まずは、桃玉菜の種を入れます。そして、ミキサーで細かくしていきます。もう、この時点で、もう半端なくいい香りを放っています。そして、次にニンニクとバジル、パルメザンチーズを入れます。一度にたくさん入れすぎるとうまく混ざらないので何度かに分けた方がいいです。あとはオリーブオイルを足していきます。これはいペースト状になってきました。これはこれで置いといてパスタを茹でます。茹で上がったらですね、パスタが熱いうちに速攻で混ぜます。全体が緑になるまで混ぜます。そしてお皿に盛り付けて完成です。じゃあ、食べてみましょう。もう食べました。もう激うまです。まあ、というか、グリーンパスタです。桃玉菜の種の香りが独特です。頑張った甲斐がありました。まあ、しかし、まだまだ試行錯誤の余地がありますのでですね、いろいろ考えていきたいと思います。で、まあ、問題というか課題は、まあ、以下の2点ですね。まず、レシピの改良はもっといろいろうまくできるだろうと思います。今回は桃玉菜の
お種の量が決まっていたので、もう桃玉のその種の量に合わせて、レシピを作りました。まだまだもうちょっとこう比率の検討なんかもできるかと思います。でもこれ純粋に料理の腕前の問題なので、私よりも知識とセンスのある方が、この桃玉菜の種を使って上手にパスタを作れば改善していくかと思います。次に材料の確保の問題。もうこれはもう今後最も大きな課題になると思われます。そして上の問題とも関連してまいります。その先ほどのレシピはもう先ほど言いました通り、桃玉菜の量の上限が決まっているので、もう他にその試行錯誤のしようがなかったのです。なのであのようなレシピになったのですけれども、あと、しかしもっとたくさんあればですね、条件の比較検討ができるようになるかと思います。そうすればより美味しいグリーンパスタが作れるようになるのではないであろうかと思われるわけであります。しかしですね、前回、前々回の動画を見ていただいた通り、100グラムの種集めるのにもう労力が半端ないんです。ポテンシャルは高い食材だと思うのですが、集めるのがあんまりにも大変なのです。と言いますか、グリーンパスタ一皿食べるために2、3ヶ月かけて準備して、丸1日かけて乾燥重量維持を1キロ以上になる実を割る必要があるんですよ。もうこれはですね、もう大変なわけです。で、それで集められるのが、たった100グラムちょっとっていうことになるわけです。で、そうなると集められるですね、桃玉菜の種にも数に限りが出てまいります。もうそれはレシピの試行錯誤をするにも限界があるってもんなのです。なのでですね、今後もうちょっと、グリーンパスタ以外にもいろいろ試したいレシピもあるのでですね、もうちょっと効率よく集められる方法を考えていきたいと思います。まあ、ということでですね。はい、これですね。ちょっと、はい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 、じゃん。はい、準備しました。はい。もう鬼のように準備しました。はい。準備しました。はい。軽く処理した乾燥桃玉菜の実、下処理をしてあります。おそらくレシピ改良のためにですね、たくさん、準備しました。そしていろいろ試行錯誤しまして、新たな方法もですね、編み出しました。なので、ちょっとまた次回は新たに改良された皮むきの方法も紹介できるかと思います。あと、前年に収穫したけども処理しきれていない桃玉菜もまだまだ残っています。これらとですね、比較も可能なのでですね、いろいろとレシピの幅が広がっていくかと思いますので、ご期待ください。でですね、さすがにこれだけの桃玉菜の種を処理しようとするとですね、このシリーズのこの桃玉菜動画の次の投稿まではかなり時間がかかると思います。なので、このチャンネル登録されてない方、これ必ず見逃してしまうかもしれませんので、今ちょっとバシッとですね、登録ボタンを押していただいて、次の動画をお待ちください。それではまた。